この匂い。お、おいしい。宮廷料理人も舌を巻く腕前です。ぜひキャメロットに来てほしいな。何をほざくかね、アーサー君。雇わせてもらうのは豚の帽子邸だよ。ずるいですよ。しゃあねえな。どうしても雇いたいってんなら戻ってやるか。バー。え、あれ、なんだろうこの雰囲気。なんじゃバー。あ、にしにし。なんつ力だ。悪い悪い、つい張り切っちまった。少し合わねえうちに10年前以前の本来の団長に戻ったみてえだな。にしし。いいのか。忘れたのかよ、10年前の戦績は五分五分だったってことをよ。では、レディー。これに関しちゃ、スピードと瞬発力がものを言うんだぜ。ちぇ、負けちまったか。バン、お前は願いを叶えるために大喧嘩祭りに来たのか。違う。俺はバイゼルに酒を届けに来たところだったのさ。エスカノールの頼みでな。お前、エスカノールと一緒だったのか。エレインも一緒にいる。あ、驚くのも当然だ。俺も正直状況についていけてねえ。何も聞かねえのかよ。好きな女にまた会えたんだろ。それでいいじゃねえか。よくねえ。俺はあんたを殺そうとしたんだ。こうなったら全員探して迷路を脱出するっきゃねえな。団長、ごめんな。行こうぜ親友、互いに守るもんのために。ああ、まあ、お前はエレインを探しに行け。ああ、そうする。この壁の向こうにいるっていう王女様を拾った後でな。ボン、気にすんな。エレインなら頼れる妖精王と聖騎士が守ってる。ジンたら歩いてても拉致が開かねえ。まあ、ぶっ壊すか。再生する前にどでかい風穴をぶち開ける。半端ねえ速度で連撃を叩き込む。壁の再生力をもしのぐというのか。これが七つの大罪、ドラゴン神とフォックス神の力。